そうなんですよ、まずはこちらをご覧ください。竹内涼真さん主演、初舞台初ミュージカルで話題のミュージカルセブンティーンアゲイン、名古屋公演が間もなく開幕。竹内涼真さん演じる35歳のマイクは、結婚も仕事もうまくいかず、子供たちからも負け犬呼ばわりされる冴えない男。そんなマイクがある日突然17歳に若返り、家族との絆を取り戻そうと奮闘します。東京公演を皮切りに全国で多くの人を魅了。竹内さんのコミカルでかっこいいがいっぱい詰まったミュージカルなんです。いやー、もうちょっとこれだけで早く見たいなと思うような、やはりこの演じられてても楽しいですか？楽しいですし、あの楽しさともちろんその厳しさもあって、2時間50分休憩合わせてあるんですけど、僕は出てない時間が10分あるかないかぐらいなので、うわー、出ずっぱりで、いや本当に舞台のその大変さというか、ミュージカルをこう年間に何本もやられてる方っていうのは本当にすごいなと改めて感じてますね。けどこれ7月から名古屋で生で見られるわけですからね、楽しみですよね。そして竹内さんと言いますと、はい、陸王で、はい、豊橋で撮影されましたよね。そうですね。思い出あります？いや、もう4年前にで、エキストラの方、これ映像で分かると思うんですけど、1万人ぐらい、1万人以上ですね、そうですね、集まっていただいて、今のね、この状況だとこんな撮影なかなかできないので、そうですね、いや本当にあの素晴らしい体験をさせていただきましたね。なんか本当に豊橋の皆さんと、あの皆さんいろんなとこから集まってくれて、本当に一体感のある撮影ができたのは本当にもう僕の財産というか、懐かしい、痩せてるな。マラソン選手の役でしたね、走り込んでいて、いや本当に一体感。豊橋と言いますと夏目さん。あ、そうなんです、当時豊橋に住んでましたので、おそらく竹内さんが私が住んでたマンションが視界に入ってるはずです。走りながら。一体となって応援されてたということですが、今日は竹内さんに伺ってみたいこと2つございます。まずはこちら、はい、初舞台で初歌唱、はい、やっぱり大変ですか？大変ですね。うわ、僕歌は好きですし、カラオケもよく行きますし、すごく 歌うの好きなんですけど、でもやっぱりこのミュージカルでの歌っていうのはセリフの延長線なので、1年前ぐらいから稽古に入る1年前ぐらいから少しずつ歌唱指導の先生と一緒に練習を重ねて、いや本当に稽古を始め、歌の稽古を始めてから今だと本当運命の差ぐらい。そうなんですね。歌い方とか変わってきますよね。全然違います。ちなみにカラオケだと何を歌うんですか？僕はあの玉置浩二さんとかチャゲアスが好き。いつか一緒に行きたいですね。うまそうですね。いやいや、そんなことないです。いや、発声がちょっとミュージカル向けですよ。今そこ負けると思ってたんですよ。目指そうかな。私の話なんだな。まさにでもないかもしれない。いや、だからやっぱり本当に歌が得意な方でもプロの道、ミュージカルはまたちょっと違う。けどそれを2時間40分演じられる竹内さんが見てみたい。見たい。続いてこちらです。はい、はい、戻れるなら、今回のミュージカルが35歳から17歳に戻ってしまうお話なので、竹内さんが実際に戻れるならいつの時代に戻りたいですか？この質問結構されるんですけど、実際には戻りたいなと思ったことなくて、戻れるとしたらあの高校1年生ですかね。まあ、僕ずっとサッカーやってて、ちょうど東京ヴェルディでユース3年間やったんですけど、あんまうまくいってない時期だったんですよね。すごくこうメンタル的にも弱くて、そうなんですか。めちゃくちゃ弱かったですね、ネガティブで。あえてその時代に戻る。そうですよ、はい、すごい精神的に弱くて。そうなんですね。今この強くなったこうメンタルでもう一回やり直したらまた違ったんだろうなと思いますけど。その辺のストイックさんかっこいいですね。そうですね。いや、ミュージカルではバスケットのスターということでやられております。いよいよです、7月1日
日からみその座で公演、明日までは特別電話予約も受け付けておりますので、ぜひ皆さんそちらの方もお願いいたします。それでは竹内さん、最後に東海地方の皆さんにメッセージを。はい、ラストスパート、名古屋で公演できること本当に嬉しく思います。最後まで、簡単に全員で、素晴らしいパフォーマンスをしたいと思ってますので、どうか足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。本日のスペシャルゲスト竹内涼真さんでした。ありがとうございました。